珍しく顔を揃えた食卓で、夫の連れ子である達義はいろいろとなじってきた。料理できるのならなんでいつもしないんだ、ハウスキーパーに任せるんだと。そしてこうとどめのように、料理も家事もしない役立たずは出てけ。そう言うと、達義は空になった皿を私に投げつけてきた。夫の良平は達義に向かって自分の望みを問いかけた。達義は答えた。私が出ていくことが一番の願いだと。すると良平は大きくうなずき、私に向かいにやりと笑った。じゃあ引っ越すか。うん。反射的に私はそう答えていた。言われてみればそうだった。私がこの家そのものにしがみつく必要など全くないのだ。私の名前は花島静子、45歳。今の仕事は作家、ライター、まあともかくあちこちから頼まれる仕事をひたすらこなしている物書きだ。もっとも現在のような生活ができるようになるまでにはいろいろあった。大学を卒業した頃はちょうど氷河期。容量の悪い私は正社員になることができず、さまざまな業種の派遣社員として渡り歩いていた。ただそんな私にも一つだけ特技のようなものがあった。それはともかくパソコンのキーボードで文章を早く書くことだ。他の取り柄はなくとも、それだけは自慢できるものだった。おかげで派遣の仕事自体はいつもそれなりにあった。何年も人の書類や文章を清書していく、そんな仕事を続けるうちに自分の文章を書きたいという気持ちも少しずつ膨らんでいった。帰宅後、趣味として書き出した私は、もともと大の本好きということもあり、割と短期間でそれらしい形のものを書くことができるようになっていた。そしてある時、派遣されていた出版社で、どうしようもなく書き手が必要な日というものがあった。必要なのは、とあるコミックのノベライズ。驚いたことに、もともとそれを担当していた人が、どうしても無理、と投げ出し、逃げたのだと。なんとかならないものか、と頭を抱えていた編集部員は、ふと私にこう言った。ねえ、梅田さん、この内容をざっくり文章にできないかね。私は、できますよ、と答えた。そのコミックは私も好きで読んでいたのだ。ものがそこにあり、動きが見えるような文章に落とし込むだけ。と、うさんくさそうな顔になったその人は、時計と編集部全体を見渡し、私にこう告げた。それじゃあさ、この文字数でまとめてみてよ。その一言が私の物書き人生の始まりだった。ちなみに、その時仕事を私に振ったのが、今の夫の良平だ。それからというもの、私はただの文字打ちから、ただの文章書きとなった。ともかく言われる内容を指定の文字数で期限内にまとめる。当初はそれがコミックのノベライズだった。ペンネームはこの時はまだ旧姓だったので、それをもじって梅田忍と名付けた。やがてそのコミック以外のノベライズも増え、編集の人たちとも話す中で、オリジナルの作品を作らせてもらえるようにもなった。コミックの原作や、ライトノベルという分野にも手を出すと、いつの間にかそれがメインの仕事になった。そして、ともかくひたすら数をこなしているうちに、いつの間にか預金がたまっていた。そして、あれ?と思っているうちに、いわゆる婚期も逃していた。仕事が忙しいやら、楽しいやら、苦しいやら、ともかく毎日追われているうちに、年月があっという間に過ぎていたのだ。私は思い切ってファミリーサイズの中古マンションを即金で買った。そして部屋の一つを書庫にリノベーションした。そこを仕事場兼自宅とし、さらに仕事に打ち込んでいたら、いつの間にか40の声を聞いてしまった。その頃、
私をこの世界へと誘った良平が当時の奥さんと別れた。良平は落ち込んでいたが、それでも立ち直りは早かった。当時友人の立場であった私は何かと話に付き合ったものだった。それからしばらくして良平からこんなことを言われた。息子が就職して独立するから、梅田さん、俺と一緒になってくれない？と。ベタベタした感情はもういい。趣味の合う話しやすい相手とこの先過ごしていきたいということだった。恋愛の経験値が少ない私は、今までのように友達色の強い関係で構わないなら、と、その申し出を受け止めた。マンションは完全に仕事部屋とし、私は良平の家へと移り住んだ。10年前に建てたその家は、まだローンを支払っている最中だった。私も支払おうか？まあ、助かる。そのくらいの気楽な感じで、私は月々のローンを引き受けることにした。そして良平は、ボーナスの時期に、ドーンと一括の支払いをすることに。私たちの生活はゆったりと始まった。だが結婚して1年経った頃、就職して家を出て行ったはずの彼の息子の達義が戻ってきた。父親からの束縛は嫌だと言って意気揚々と独立した達義は、会社近くに部屋を借りて生活していたはず。だがどうやら挫折し自主退職したらしい。どうも参加していた大きなプロジェクトで失敗したことがあまりにも響いたらしい。でも失敗自体はある程度仕方ないんじゃない？話を聞いた私は良平に尋ねた。そうなんだ。そんなこと言ったら俺なんか一体何回会社を辞めなくちゃならなかったかね。ところが達義は小さい頃から挫折というものをあまり経験してこなかったらしい。というのも、良平の前妻はともかく息子を溺愛し、やることなすこと失敗しないような道筋を立てていたらしい。達義はある程度以上の学校をある程度の成績で出て、そしてまたある程度の会社にストレートで入社した。挫折を避けるように育てられた彼にとって、会社でのそれは最初にしては大きすぎるものらしかった。なんでああなっちまったのかね。俺も一応いろいろ口出しはした気もするんだがな。とはいえ、自身が仕事人間だったことを自覚している良平は、あまりそのあたりには自信がないようだった。ちなみに私たちの結婚に関しては、当初達義は我関せずという風だった。だが戻ってくるなり、彼は家中を見渡し、なんでこんなところに本棚が増えてるんだよ。ああ、女臭い、女臭い。やだね。母さんでもない女がこの家を我が物顔でほっつき歩いているなんて。そんな言葉を言い捨てて、達義は元々の自室へとさっさと入っていった。私はそんなママ息子の姿を見ながらため息をついた。私、嫌われてるよね。放っておけ。あいつだって大人なんだし。だが、達義はそれからというもの、ほとんど一日中、自室にこもるようになってしまった。新しい仕事を探す様子もない。ドアの向こうからは、ゲームの大きな音が聞こえている。どうやらオンラインゲームにはまって、一日中プレイしているようだった。一ヶ月くらい、二人で様子見をしていたのだが、この時すでに達義は昼夜逆転した生活に馴染みすぎていた。彼と私が出くわすのは仕事場から戻ってくる夜くらいなのだが、この時とばかりに悪行雑言を投げつけてくる。なんだって今でもキーパーさんが来てるんだよ。あんたが親父の奥さんって言うなら、あんたが家事すりゃいいんじゃないか。そう、この家はもともと定期的にハウスキーパーが来ている。良平には家事をする暇が全くない。休みだってめったに取れないような仕事だ。掃除、洗濯、
そして料理の作り置き、何時に戻ってくるかもわからず帰れないことも多い良平には、食事の用意より作り置きの方が合っていた。それは私と結婚してからも同じだった。私自身仕事が詰まってくるとマンションの方にこもりっきりになる。疲れ果ててベッドに突進することも往々にしてある。帰らない時にはそう伝えておく。そして時々気分転換とばかりに仕事場の掃除や洗濯もする。だが料理はほぼしない。仕事場にもキッチンはあるが、湯沸かしすらポットで済ませる私としてはほとんど使うことはない。外食や出前ばかりだ。そしてぽっかり時間が空けば良平の家で過ごす。変則的な夫婦生活だとは思うが、私たちにはそれが合っていた。だが辰吉にしてみればそうではなかったらしい。あんたが親父の奥さんだって言うなら、息子の俺のこともちゃんと世話しろよ。正直そんな言葉が20代半ばの青年から出てくるとは思いもしなかった。だが辰吉は思った以上に子供っぽかった。たまたま開いた扉の中には散らばった本やコミック、中には私が死ぬほどよく見た表紙もあった。こういうのが好きなのかと、ふと入って手に取った瞬間、ものすごい勢いで取り戻され、部屋の中から押し出され、閉ざされたドアの前で尻餅をつく羽目となった。そしてこの息子と来たら私に家事をしないのかと言いつつ、自分では本当に何もしない。部屋着や下着といった洗濯物をカゴにドンと放り込んでドアの前に出しておく。ハウスキーパーは驚いてどうしたらいいのか私に尋ねてきた。カゴのものを洗ってまた畳んでカゴに入れてやって。食事にしてもそうだった。朝昼晩用意してないと気が済まない。そして食べた後はテーブルの上に食器を出しっぱなしだ。せめてシンクに入れておけばいいのにと思うが、聞く耳を持たない。一日何もしないで置いてもらったらどうなるかと思って試したことがある。するとまた夜、顔を合わせた時に目を血走らせて怒ってきた。そんな彼の私に対する口癖はこうだ。お前なんかいつか追い出してやる。どんな仕事をしているのか知らないけど、どうせこの家が欲しいんだろう。なんでまあこんなこじらせた息子ができたのかと幾度も思った。だがその原因は割と早く分かった。どうやら母親にあるらしい。この母親、良平の前妻は木島幸子という。辰吉は未だにこの母親と連絡を取っているらしい。幸子はもともと良平と同期だったらしい。部署は編集と事務と違っていたが、そんな彼女は結婚するとあっさり専業主婦になった。そして息子が生まれると自分の両親には見せたが、良平側、義両親のもとにはほとんど見せなかったという。うちの親はうるさくは言わなかったけど、それでもたまには顔を見せてとは言ったことがあるよ。要するに幸子は息子を囲い込み、自分の好きなように育てていったらしい。俺もよく見てなかったのが悪かったよな。この予備校がいい、この大学がいいと幸子は言ってたけど、辰吉が言ってたことはない気がするし。そのあたりは彼もまあ父親として責められるべきであろう。だがその辰吉が大学に入った頃、幸子の浮気が発覚した。これがまた10年越しのものだというから驚きだ。ガチガチに息子の進路を決めていつつ、一方で女として他の男としっぽりやっていたというのだから恐れいる。私のような一つのことしかできないような女には到底できないことだ。辰吉はそれに気づいていたらしい。何と言っても浮気がバレたのはその息子の口からだったのだ。なんというか
その時俺は、こいつはやばい育てられ方してる、と思ったね。辰吉は、自分の父親以外の男と付き合っている母親に対して、ひたすら間違ってないの一点張りだったという。そして、仕事ばっかりでうちを構わないあんたの方が悪いだろう、と、良平を攻撃してきたのだと。それ自体は間違っていないから、俺もそこは強いこと言えないんだよな。とはいえ、浮気は浮気。10年間もその状態でいたことに関しては、良平も許せなかったらしい。きっちり離婚という形をとった。だが不思議なことに、辰吉は母親にはついていかなかった。お前はお母さんについていかないのか、と聞いたことがあるんだよ。ところがその時、辰吉はこう言ったと。だってこの家から離れたくないし。そしてまた、幸子もあっさりとしたものだったという。その幸子と辰吉は、電話や SNS で未だに連絡を取り合っているらしい。正直、止める理由もないんだ。それにもう年も年だったし。大学に入った当時、今だったら成人の年齢だ。就職したら出て行ったしな。俺には口を出す権利もない。逃げ腰なのは認めている、とのことだった。そして、辰吉が戻ってきてから、さらに1年ほど経ったある日、珍しく、本当に珍しく、私たち3人が顔を合わせて食事をすることがあった。本当にたまたまだった。普段なら辰吉は私たちを避けるようにして、食事も風呂も済ませる。だがこの時は別だった。私も亮太も休みの日だったのだ。珍しく時間があったからと、私は亮太と一緒にキッチンに立っていた。料理は普段しないが、できないわけではない。単に時間がないだけだ。それは亮太も同じで、彼は彼なりに若い頃の自炊の経験も多い。広いキッチンの向こうとこっち、一方で焼き物、もう一方でスープやサラダを作っている私たちの姿を、珍しそうな、そして嫌そうな顔で、辰吉はじっと見据えてきた。おう、お前も一緒に昼にするか。気さくに良平は声をかけた。それに対して無言で辰吉はうなずいた。広いテーブルにめったになく人が集まる。私たちはお互いの料理の出来を口にした。このスープうまいな。簡単なんだけどね。それでもいろいろな野菜を取れるのよ。あなたのチキンソテーもソースがすごくいいお味。俺のこれは姉貴の家庭科の教科書のそれだしな。辰吉はそんな私たちの会話に何も口を挟まず、ただ黙々と食べていた。だが食べ終わった時、いきなり辰吉はギロッと私の方を睨みつけてきた。あんた、料理できたんだな。え？ええ、まあ、一応。だったらなんでいつもしないんだ。しっかり全部食べているということは、口にはあったのだろう。それでいてこの言葉か、と、私はふと目の前が暗くなる思いだった。両手の拳をドンとテーブルに打ちつけると、辰吉は怒鳴るような声で私に向かい。大体あんたはなんだよ。親父の奥さんっていうのに、掃除も洗濯も家事の一つもしないで。どこに仕事に出てるのか知らないけど、いつもいつも家にいないで何やってんだよ。おい辰吉、その言い方は。私は良平を止めた。辰吉さん、言いたいことがあるなら言えばいいわ。ああ、いくらでも言ってやる。前にも言ったけどな、あんたは要するにこの家が欲しいんだろう。なんでそう思うの？前も言われたことあるけど、私がそう思う理由をちゃんと教えてちょうだい。図星って顔だな。そうに決まってる。だって都内でもまだそれなりに新しい一軒家だしな。確かに
築10年経っていないのだから、新しい方といえばそうだろう。ちょっと調べたら分かったよ。あんた実家が地方の出身だろ。しかも婚期を逃したおばさん、一体どうやって親父をたぶらかしたんだが。確かに私は地方出身だ。大学進学の際に都内に出てきた田舎者だ。そして彼はこう叫んだ。料理も家事もしない役立たずは出てけ。そう言うと彼は空になった皿を私に投げつけてきた。いった。厚みのあるスープ碗が私の額にまともに当たり、そのまま床に落ちて割れた。大丈夫かと良平はすぐに私に近寄る。だがその良平の様子に辰吉の中の何かが切れたのか、彼は食器棚から皿を出しては私と良平に投げつけ出した。おい辰吉。良平は私をかばいながら包丁などの刃物があるシンク周りを背にし、辰吉に向かって叫んだ。お前の望みは静子が出ていくことか。そうさ、この家から出ていけ。それが俺の一番の願いだよ。そうかと良平は大きくうなずく。そして私に向かいにやりと笑うとこう言った。じゃあ引っ越すか。うん。反射的に私はそう答えていた。まあそうだ、別にわざわざこの家に固執することはない。むしろ驚いた顔をしたのは辰吉の方だった。良平は私の手を引いてキッチンの外へと連れ出した。床には割れた皿の破片がいっぱい。足元に相当気をつけなくてはならなかった。良平は寝室へ私を連れて行くと、サイドテーブルの引き出しから書類を持ち出し、最低限の荷物をまとめておくように言った。そして良平は書類を辰吉の前に投げ出した。なんだよこれは。開けてみろ、お前の欲しいものだよ。開いた中身に辰吉は驚いたようだった。この家はお前にある。俺たちは出ていく。好きにすればいい。え？別に誰を連れ込んでもいいぞ。お、親父のようなそんなことは。ああ、ただし手続きは自分でしろ。その際に俺の署名だの捺印だのが必要だったら言ってこい。生前贈与ってやつだ。え、いいのか本当に。要するに欲しいんだろお前は。いや、お前とかな。うっと辰吉は言葉を詰まらせた。すまないな、こんなことになって。あれからすぐに私たちは用意した最低限の荷物だけ持って私の仕事場のマンションの方へと移った。もともとファミリーサイズのマンションなので、彼一人加わっても十分以上の広さはある。おお、それにしてもすごいな。書庫の部屋を見て良平は言う。あなただって随分揃えていたのに、あれはいいの？まあ必要だったらおいおい取りに行くし。ああ、いや別に構わないか。俺はコレクターじゃないから、めったに手に入らないものは持っていないし。むしろコレクター気質があるのは私の方だったので、良平は棚に並んだ一世紀前の雑誌などを見て、随分喜んだ。お、そうだ。まずはあれを解約しておかないとな。何か思いついたのか、良平はスマホを操作する。ああ、花島です。いつもお世話になります。すみませんが、今日からうちへの派遣はストップしてくれませんかね。私は思わず、プッと吹き出した。なるほど、ハウスキーパーをまず止めたのか。まあ、それはそうだ。なんといっても、ハウスキーパーに賃金を出すのは良平なのだから。さて、あいつはまず、あの自分で散らかしたキッチンを片付けないといかんよな。確かにそうだ。まずそこから始めないと。私は何もしなくていいの？静子はとりあえず締め切りまでにちゃんと原稿をあげてくれよ。な。
梅田忍先生。うん。今のシリーズはメディア化も進んでるし、新刊出る際には書店フェアも考えなくてはな。何やら良平には考えていることがあるらしい。そして翌朝、けたたましいコール音で目を覚ました。マンションなのをいいことについつい寝坊した私は、誰だろうと相手の名前を見る。なんと辰吉だった。追い出した私にわざわざ、さて出るべきかどうかと思ううちに、ふと近くにあったメモに気づいた。朝っぱらから電話が来まくってるけど、辰吉からだし出るなよ。そう良太は書き置いて出社したらしい。出なくていいよ、でなく出るなよというあたりに何か考えがありそうだ。私はとりあえずこの時は切れるまで待った。次に留守番電話の設定をして、そのまま携帯ショップへと出向いた。別の携帯を用意するためだ。私はもともと私用と仕事用の2台を持っている。今鳴っているのは私用のものだ。こんな鬼連が来続けるようなら解約した方がいい。これでは郷里の両親だの、違う土地に住む兄弟だの、友達たちといった人々と全く連絡が取れなくなってしまう。私はさっさと新しい携帯を用意し、身近な人々にサクサクと連絡を入れた。そしてマンションの管理人には、今まで仕事場だけにしていたが、事情があって夫と一緒に住むことにしたと伝えておいた。もともと編集者として出入りしていたこともあり、顔なじみではあるのだ。加えて無関係な人を絶対入れないようにと念を押した。おい、なんで出ないんだよ。親父に言えよ、キーパーはどうしたんだって。飯は誰が作るんだ、誰が掃除するんだよ。このバイタ、親父が変わっちまったのはお前のせいだぞ。留守電を聞いていると、バイタをはじめとして私という女に対しての悪口が出ること出ること、ちょっと私は笑いたくなった。なんというか、若いのにこういう罵詈雑言がよく出てくるなと私は聞きながら思ったのだ。彼の年代の話し言葉ではそう出てこないと思う言葉たち、ドロドロのメロドラマとかを見ていればまた話は別だろう。だが若い子たちの罵倒語はちょっと違うと思うのだ。そしてふと部屋に散らばっていた本たちを思い出す。そういえばライトノベルが多かったなと。最近のライトノベルの作者や読者は案外年を取っていることが多い。もしかしてそういうところからと私はふと思った。夜になって良平が戻ってくると、溜まっていた罵詈雑言に実に悪い笑みを浮かべてこう言った。よしよし、証拠はどんどん貯めておけ。証拠？自分が悪いことをしているということは思い知らせんといかんだろ。戸惑うような私を見て良平は付け足した。俺があいつを放っておいたのは確かだからな。今更とは思うが、けどこのままにしておいたら幸子の影響がどんどんひどくなる。幸子さんの？今日あいつの調査を依頼してきた。調査？あいつは離婚した後すぐに高飛びしてな、俺に対する慰謝料も未払いなんだよ。でもどうしてその時に探さなかったの？まあ自分も悪かったと思ったからかな。でもこいつに今でも妙なことを吹き込んでいるなら話は別だ。ちゃんとケリをつけよう。そしてまた私に対しては原稿をとっとと進めてくれというのだった。それから数ヶ月後、辰吉の件については良平に任せたまま、私はともかく仕事に気合を入れた。初のメディア化ということもあって、するのは執筆だけではない。掲載されている雑誌でインタビューだの対談だの。なおこの時には
顔出しはしないことにしていた。それこそ夜店で売っているようなお面をかぶっての写真撮影もあった。そして新刊の発売日、都内の大手書店でサイン会が行われることになった。見慣れているはずだが、それでも自分のペンネーム梅田忍の名がドンと出ていると、これがまたなかなかに気恥ずかしい。それまでまるで顔見せをしてこなかったということもあって、整理券を入手するのは結構な倍率だったらしい。作品関連のグッズもあちこちに展示販売され、何とも言えない気分になる。先生、落ち着いてくださいよ。普段の担当編集者が人前に出ることにどぎまぎしている私を落ち着かせようとしていた。そしてちらっと客の姿を下に見ると、え？その中には辰吉の姿があった。先生、知ってる人でも？ええ、まあ。そう答えてから私は良平に連絡を取った。するとそれはすでに織り込み済みのことらしかった。やがて時間となり、私は司会の合図で集まったファンたちの前に姿を現した。お面を頭に半分乗せ、素顔を半分出している状態である。するとその時、ちょっと待てよ、なんでお前が、叫ぶような声が私の耳に飛び込んできた。辰吉だった。しかも新刊を手にしていた。なんてことだ。やっぱりあの部屋の中で見たのは間違いではなかった。辰吉は私の本の読者でもあったのだ。人々を押しのけ、私の方に辰吉はやってこようとし、近くにあったパイプ椅子を振り上げて私に振り下ろそうとしてくる。お前のせいだ、お前の。私は顔を押さえ身をかがめる。だが何も衝撃は来ない。そこに怒っていたのは別の騒動だった。やめろ、話せ。騒ぎ立てる辰吉を書店の警備員が取り押さえていた。そして無論今の世の中、その様子は周囲にいた私のファンたちによって写真を撮られまくれ、SNS で拡散しているようだった。先生、なんかこのタグバズってますよ。騒ぎのあと、なんとか収拾をつけサイン会は終了した。珍しく手書きをたくさんしたことで、いつもとは違う筋肉が痛む。そんな私に編集者がこそっと告げてくる。ハッシュタグ梅田忍先生サイン会バズってますよ。 SNS のトレンドに見事に出ていた。メディア化が決まった作家のサイン会に傍観、その瞬間の映像もまあこれでもかとばかりに様々な角度から映されていて、それと先生、編集部長が後で警備室にと。お、こっちだ。私が書店の警備室に着くと、良平は手を挙げて私を呼ぶ。するとそこには取り押さえられた辰吉の姿があった。なんと猿ぐつわをされていたのだ。どうしたの一体。いや、さっきからこいつわめき立ててうるさかったからな。我々は出て行った方がいいですか。警備員はどうやら今回の犯人が良平の息子ということを聞かされたらしい。家族の問題ということで引っ込んだ方がいいと思ったのだろう。だが良平は首を横に振り、いや、君たちもしばらくいてほしい。何せこっちは普段から睡眠もろくに取らずにデスクにへばりつく貧弱な体だ。プッと笑った警備員は、それではとその場に残る。そして良平は辰吉の前に座ると、真っ向から視線を合わせた。ということで辰吉、お前が暴れるのは無理だからな。それに第三者がいるところで静子に何かできはしないだろ。そう言って猿ぐつわを外させると、うるせえ、大体親父もなんだよ、
あの家にローンが残ってたなんて言わなかったじゃないか。月12万だと？俺に払えるわけねえだろ。そう、その事情は家を離れてからの間、更新所からの報告としてちまちまと聞いていた。ハウスキーパーが来なくなった家で、辰吉は自分の残った預金でダラダラと暮らしていたらしい。そこに幸子がやってきて住み着いた。幸子は矢内の惨状にかなり驚き、慌てて掃除を始めたという。せっかくの家がゴミ屋敷とかするのはさすがに嫌だったらしい。掃除はともかく、幸子はほとんどのものが置かれたままの家に喜んだ。そう、私の置いていったものなど即売り払ったそうだ。だがもともと大したものは置いていなかった。服も最低限しか置かなかったし、大事な本や資料は無論仕事場の書庫だ。普段が自分の仕事場にこもっての作業ばかりなので、装飾品も持っていない。なので幸子は売り払う店先で舌打ちとともに、しけた女だわとか言っていたという。ところがある時、二人のもとに知らせが来たのだ。今月分のローンが支払われていませんと。だが幸子は何のことだかと放っておいたらしい。だがそれが重なると、今度は直接電話が来た。そこでようやく息子から生前贈与で家をもらったという話を聞いたらしい。手続きの方はネットで調べて根性でやり遂げた辰吉だったが、ここで彼はローンが完済していないことに気づいていなかった。1年にわたるゲーム三昧で実務から離れていたこともあったのだろう。登記の変更で役所を回っただけでぐったりしてしまったようだ。なのでまだその時点では自分が受け取った物件が未払い分があるものだと気づいていなかったのだと。そもそも俺はお前から聞かれてないしな。知らなかったのはお前が悪い。だいたい建てたのは10年前だぞ。あの家を側近で買えるほど俺は稼いでない。う、ああそれと。良平は私の方を見た。ここ1年ほどは毎月のローンを支払ってたのは静子だよ。なんだって？そりゃそうだろう。静子には支払えるくらいの余裕は十分ある。今日もお前見ただろ。静子は今度メディア化するラノベの作者、梅田忍先生なんだからな。途端、辰吉はその場で、あーっと頭を押さえて叫び出した。なんというか、私は彼が哀れにも思えた。彼はおそらくごくごく普通に梅田先生のサイン会に来たのだろう。それがまた私という憎むべき誤妻だったなんて、まあ信じたくない話だ。ところで今日幸子はどうしてる？知ってたのか、母さんがいること。いたことだな、過去形だ。なんだって？まあ今頃お縄になってるさ。どうして？幸子は静子のものを持ち出しては売りさばいていたからな。更新所からの証拠をもとに窃盗罪で訴えておいたよ。そんな、ひどい。ひどいも何も。それにあいつはお前だってそのうち見捨てるつもりだったぞ。嘘だ。今日は珍しくお前が外に出かけたからということで、幸子は不動産屋へ向かってたんだよ。は？つまりな、お前の母親は高いローンが払えないあの家をお前が知らないうちに売り払おうとしてたんだ。そう言いながら良平は一度辰吉に渡したはずの登記書を取り出した。そんな。まあ慰謝料も踏み倒そうとする女だしな。で、お前の家から勝手に持ち出したってことで、これはこれで窃盗罪だよな。それも付け加えておいた。なんで母さん俺に黙って。お前な、そのくらい自分で考えろよ。幸子こそがお前を利用して家が欲しかったんだよ。けど予想外にローンが残っていたから売り払って差額を巻き上げようとしていた。
それだけだ。嘘だ。嘘じゃないさ。ほら。不動産屋へ入る幸子の姿、警察に取り押さえられる姿、それらの写真が辰吉の前にさらされる。まあ、後で面会にでも行ってくるんだな。そしてまた登記書を辰吉の前に置いた。ああ、家をお前が売り払うのは自由だ。俺は生前贈与したんだからな。それともとっとと再就職してローンを払い続けるか。無理だと辰吉の声が警備室の中に響き渡った。俺からはそれ以外お前には何も今後やらん。俺が死んでもお前には一銭もやらんからな。それに、まあこれは俺の想像の範囲外だったがな。良平は SNS を操作し例のタグを検索する。そこにずらりと並ぶのは辰吉が店で暴れ回った時の映像付きの投稿だった。様々な角度から撮られたもの、中には特定したと名前を挙げる者もいた。お前はまあしばらく警察の厄介になっておいた方がいいだろうさ。その後警察が書店へとやってきて辰吉を傷害罪で逮捕していった。いいの？と私は良平に尋ねた。まあ、あれだけバズればしばらくは再就職もできないだろうしな。家は売りに出すことになるだろうが、未払いのローン分を差し引けば思ったような金額にはならないだろう。支払い予定の半分も言っていなかったのだ。その残った金額にしても、この都会で部屋を借りて生きていけばあっという間になくなってしまう程度だ。ネット民は怖いからな。お前との関係も簡単に割り出せるだろうしな。リークするやつがいるかもしれないし。なんとなく私はゾッとした。前科がつくのとデジタルタトゥーとどっちがいいだろうと天秤にかけたくなってしまうほどだ。いずれにしてもこの天下の真っ昼間に騒動を起こしてしまったことは辰吉にとっては一生ものの傷となるだろう。ところでこの騒ぎのおかげで私の方はといえば、良くも悪くも話題の人になってしまった。 SNS でバズるというのは恐ろしい。そのせいで本の売れ行きも過去作にまで遡り、出版社側も嬉しい悲鳴を上げていた。サイン会をした作品のメディア化したものも出来が良くて大人気。すでにシーズン2の制作が確定している。それでもお面をしたままなんですね。とある情報番組に出演した時、司会者にそう言われた。私はお面の下でこう答えた。ええ、ネット民の方々はとても優秀ですので。そう、私はあくまで平和な日々を望むのだ。今も、そしてこれからも。